めっちゃほこり溜まってる、拭いとこう。蜂の巣みたい、蜂の巣ダンスだ。ゆずさんだ。もう、うまくいかへん。行かないよ、会いたいよ、寂しいよ。大好きがうまく伝わらない。あれ、帰りたくないよ。どうしてこうしたら余分な髪の毛が出てくるのか見てほしい。わかる？こういうやつ。なんだろうこれは。ガチスモッピー。なんか名前も似てるし、まあ今日かは多分スモッピーなんだと思う。スモッピー会いたいよ、寂しいよ、寂しくないでちょ。まだ帰りたくないよ。強化すぎる。強化ってマジでいい嫌いやからな。なんかこうじゃないねん。ん？あかんわ。腹立ってきた。できへん。休みの日は出かけないと無理でしょ。息が持たない。なんなんこれも髪がついてるの、ダメだ。
でもね、見て前髪なんかここだけ長いからまだ切れます。これはね、こういう時はね切った方がいい。あとこういう邪魔してくる毛は切ってやるんですよ、容赦なく。分け方が下手くそやったのかな、だから分けきれなかった前髪たち容赦なく切ってあげます。美容室で、美容室って絶対に前髪ってパッツンにできんくない、なんかあともう少しみたいなことが多いから前髪は自分で切る。ただ横毛とかは自分でできひんから切ってもらった方がいいなって思う。でもちょっと前髪浮いてるから今日はできない。まあ今日かパッツン、ガチパッツンやったやん一時期、研究生のマジ終わりの方。なんか急にパッツンに目覚めて一生ガチパッツンしてたやん。その時めっちゃなんかめっちゃ前髪浮くねん、こんな感じで。だからねちょっとね前髪のピンをこうやって止めてた。あ違う、今日か前髪ねピンでずっと止めとかないとなんか浮いてくんねん、めっちゃ。だからだ、押さえてたんだ。それでこの根元が分かんのかな、この真ん中だけぴょこって浮いちゃう。それが困っちゃうんだよな。そう、ほんまに元気な前髪してる、ピョーンってなる。ほら、おお。なんでやろう、別にケープもオイルも塗ってないのにめっちゃ束感。難しかった。字がある、字が強い。やっぱ強化の前髪やから強化に見て字が強いっす。できました。パッツンにすると前髪のセットの時間が本当に1秒ぐらいになる。いつまで続くか知らないけど、いつまで続くの。かわいいこれ、水色のキラキラ、かわいちゅに。お気に入りの本を読んで、カンドラなんてやつ最近全く見てないからな。カンドラ違う、なんか日本のドラマも今日か割と一生見てる派やったけど、もう全く見てない。今ディズニープラス、何を見たらいいかな。
なにこれ、なんかおしゃれな色のやつ、ありがとう。なにこれ、ハートありがとう。サウンドトラック、初めて聞いた。もう飽きたわ。ハートありがとう。こんなにカラフルなやつ、お手玉。夜景が綺麗、おー興味深い。マリ、なるほどね。韓国行きたくなる、確かに。カンドラ見たら韓国行きたくなるけど、きょうちゃんが今行きたいところはバリ島です。あと香港、香港ディズニーに行きたい。なんかね、ディズニー、アナ雪の乗り物が面白そうで乗りたいな。ハートありがとう。会いたい、会いたいよ。バリ島ってきょうちゃん言ってた、ほんまに。ちょっとあんまりどんな場所か知らんねんけど、なんか海が綺麗な、そういうリゾート的なとこに行きたいです。寒いよ、眠いよ。今日さ、メイク少ししかしてないけどさ、かわいい。夏の女だからバリ島に行きたい。バリ島の海で写真撮ってインスタ上げてるキャンちゃんね、浮かび上がります。やってそう。サングラスかけてそうですか、バリ島へみたいな。モデのお手紙まだでした。今回はこのハリーポッターくんとこの可愛いペンしかもらってないというか、あんま劇場に行ってないですね最近。次行くのはあさって。おお、おろすおしゃれなジュース、今日かそういうなんかトロピカルなやつ大好き。だって美味しいんだもんね。うん、クマありがとう。かわいい。1ヶ月以上ぶり、それは久々だ。パッツンのさ、弱点というかマイナスポイント思い出したわ。その朝集合するときにマジで前髪が浮く、なんかほんまにおんまゆになっちゃう。切りすぎたってめっちゃ言われるもんだって。見といてってなる、するとき切りすぎたって思うやん。メイク中にピンで留めてたらいい感じになるんですよってね、言ってやりたくなるよねって言いながらね、まだ切っちゃう、普通にまだ切っちゃうよ。もうそろそろみんなが心配するくらい切ってます。きょうちゃん本当に明日後悔しますよって思ってると思うけど、まあでもほんまに踊ったらもう全部上にいっちゃう。なんでさ、なんか前髪こうなんの。でもなんかこうピトってなりすぎると、まあ、前髪崩れやすい的なのはあるっぽいけど、
だってこんなに浮いてたらほんまに、まあ、ほんま湯になっちゃうから嫌やねん。だからしっかりねケープとかで固めないとマジでパッツンじゃない、ほんま湯になっちゃう。だからそうこういう着てる時はよくても、後からあれなんか短いみたいななるからな、結構難しい。またこういう出しゃばりなのが出てきたからさ、切ってやるんですよ。さよなら。いい感じかな。できたんじゃない、めっちゃ可愛い。ほんまに、じゃあやめます、もうこの辺で終わりにしますわ。見て、近くで見たら顔面巨大だけ見て。おお、きょうちゃん可愛い、きょうちゃん可愛い、気持ちいい。できました。まあきっとすぐ伸びると思うんですけどね、またすぐ伸びてすぐに切ってると思います。しかしながら急にパッツンにしたくなったのでやってみました。可愛いですか。おーい、可愛いですか。まあきっと明日になったらしっかりとしっかりとこの束感もなくなっていい感じになってるはず。ガチパッツンしたかってんな、久々にできて嬉しい。サバ缶束感です。サバ缶、サバ缶完璧に揃ってる。だから左右に止めたらまたガタってなる可能性もあるんですけど、まあ今日はいい感じにできた。あおた、外に出た。あとありがとう、ありがとう。でもこれ画面で見るとあんまり見えへんけど、めっちゃ顔に髪の毛ついてる。そういう時はこれで撮るんですよ。え、なんか結局さ時間あるからとか言ってさ前髪切るの夢中になりすぎて一生やってた。でもこういう機会がないとね今日が一生切られへんから、みんなが見たいと言ってくれてよかった。実際前髪切ってる姿を見て面白かったかどうかはちょっとわかんないんですけど、どうだったかな。
よし、取れた。前髪ちょきちょき配信おもろいか。ハート、レインボースター、ありがとう。え、めっちゃ切ったと思う。だってこれぐらいあったもん。バブくなりました。アイドルが髪自分で切ってんの見たの2回目。嘘。まあそっか、配信でやらんか。ありがとうございました。ありがとうございました。いらっしゃいませ、されたいな。かわいい。え、あと2分。困った、前髪切ってたら時間なくなっちゃった。ありがとうございました。ランキングやめます。13位カツボン、12位ヘイガ、11位ハル、10位ウジ、9位マキアート、8位吉宗、7位猫鍋、6位リニア、5位アキラ、4位ヨシコウコくん、3位ウエモン、2位H M でした。ありがとうございました。また明日、明日も頑張っていきましょう。ワクワクドキドキ。バブでした。じゃあね、明日になったら前髪がめっちゃ伸びてる可能性もあります。バブでした。おやすみなさい。確かにさらに短くなってる可能性もあります。スクショタイムです。